はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、筋肉マン極みタッグランブやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。今回なんですが、またね、ちょっとガチャを回そうかなという感じの動画ですね。で、肉ジェムの方が現在 63,058 ということで、アニメ放送記念のビンゴとかも含めてなんですが、微妙にね、また回復してますと。で、一応天井分の5万肉ジェムは、マジで欲しいやつが来た時のために貯めておきたいということで、使える肉ジェムは1万3000ですね。なのでマックス50連かな、やっていこうと思います。で、アニメ化のビンゴだけにしては増えてないって思う人もいると思うんですが、お楽しみガチャですね。なんかまた2900当たって、2回目ですね。出たので、でもね、ジェムが当たってもね、ジェムでガチャ回した時に結局欲しい超人出なければしょうがないので、そっちで運使うよりやっぱこっちで運使わんとなというとこですかね。はい、ということで、じゃあネメシスガチャ引いてみましょう。そうね、一応初めに目標を決めておかないと、止めどなく引いてしまいそうなので、まずなるべくね、5万ジェムは残すというのと、ネメシス引けたら撤退で、ネメシス以外の SSR が出た場合は、10連20連で出たらもうちょっと引こうかってなるけど、そうじゃなかったら一旦ね、冷静に、撤退もね、考えようかなと、そんな感じで、ちょっとね、やってみようかなと思います。ということで、じゃあ行ってみますか。ちょっとね、グロロロがね、2連続続いてるんで、そろそろネメシスの方頼むよ、行きましょう。さあ、もうちょっと一発目はなんか反応が来るなって怪しいけど、カットイン次第で変わるかどうか。おっと、4人いる。でもこれちょっとダメか、光が金だな。オカマラス、スペシャルマン、オカマラス、ペンタゴン、ザ・フォークマン、SR 初ゲットがあれば、上出来かな。カナディアンマン、スペシャルマン、カイルマン、ペンタゴンがさらに出る。知恵のアマンかぶり。しかし SR2、未所持は1と。なるほどね。さあ、じゃあ次行ってみましょうと思ったけど、なんか、スペシャルマンとペンタゴンが、縦に統一で並んでるね。なるほど。で、オカマラス込みで3ペアと。さあ、次行ってみましょう。いけ！さあ、頼む！これちょっと、SSR いそうな気がする。カットイン4。オッケー。これ来てるでしょ。さあ、ペンタゴンから始まる。デビルマジシャン、ビーンズマン、スペシャルマン、黙れ加藤超人ども、もうネプチューンマン。でもパーフェクト超人出たのは嬉しいか。なるほどね、ネプチューンマンの方が来ましたか。はい。でもまだ2枚抜きの可能性とかあるから、ちょっと見ていきますか。筋骨マン、カナディアンマン、ハニベース、岩尾、アトランティス、にゃー。はい。なるほど。ネプチューンマンか。20連目だから、もうちょっと行ってもいいけど、ちょっと待ってね。ちょっと確認させてくれ。初ゲットはフォークマン、力で、運命の王子、味方力1体につき 6% アップ、最大 36% ね。なるほど。で、単体ダメージか、敵全体攻撃、さらに必殺技は単体 600%。 なるほどね。そしてネプチューンマンですね。ネプチューンマンは、属性力完璧超人、絶対強者、味方パーフェクト、超人1体につき、自身の攻撃力 8% アップ、最大48%。筋肉マンと一緒か。正義超人か完璧、パーフェクト超人かですね。
リング内にいる場合のみ時短終了時自分の HP 回復症を回復効果がついている、マグネットパワープラス、自身、味方全体の攻撃力がアップ、さらに自身の HP 回復、自身のステータスダウン回復。お、なるほど。ダブルレッグス、スープレックス単体ダメージか、さらに防御ダウンもつきますよと。で必殺技は、喧嘩ボンバー敵単体に、650ダメージ与える。自身にバフガード、使用1回につきこの技の余ダメージがアップ 3% アップ最大 30%。 覚醒3になるとタッグ技が使える。あれか、これ武道とタッグ技なのかな。ちょっとこれは見れないから何とも言えないけどね。見れないねちょっと説明ぐらいなら見せてくれてもいいんだけどな。そっか、まあでもパーフェクト超人が出たから最悪武道はここに装備させて使うっていうことができるから、それはそれで悪くないかもし、悪くない引きではあったのかもしれないな。ただもうちょっとネメシス狙ってみようかなということで、さらに続行しましょう。いきます。30連目ですね。まだあと3回は引こうと思えばいけるのかな。まあその前にちょっとね、これ連続ダウンじゃない。さあどうよ、そろそろ来るか。カットイン2人。おお、でも大丈夫だよね。あるね、あるね。オッケーオッケーオッケー。スペシャルマン、ジェシーメイビア、岡村ス、お、サポート超人、キングコブラ初ゲット、SR だけど、お、ドリーマン初ゲット、こちらもサポート超人、カレクック、スペシャルマン、ビーンズマン、スカイマン、お、今週はこの見出しで決まりよう。あ、超人じゃない。サポートですね、SSR、ショーの夏子、初ゲットしましたね。なるほど、なるほど。まあネプチューンマンとサポートの女の子出てきたよということで、まあ撤退を考えてもいいんだが、まあでも SR 自体は出てるからな。あと2回引けるから行ってしまうか。いやどうすか。いやでもさ、これ次出ないとさ結局もう1回行っちゃうと思うんだよね。であと2回引いて SSR 収穫なかったらここでやめとけよかったってなるんだよ。それはわかるんだよ。いや一旦やめとくか、冷静に。だってあと2回引いちゃったらさもう折り返してるじゃん。そしたらもうちょっと引いたらってなっちゃうから、しかしな、5万ニクジェムはちょっとこの後のことも考えたら取っておきたいんだよな。いやだからあと20連でネメシス出ればいいんだけど、いやでも今日はなんか来てるかもしんないから行くか。いや行っちゃえ。ちゃったっぽいな。カットインすらない。はい、スカイマン、イヤデス・ハリスン、お、初ゲット SR、ミスター VTR、 ジェシー・ベイビア、ビューティー・ローデス、デビル・マジシャン、スカル・ボーズ、ヨサク、オージー。今の SR あるの？何やってんですかオージー。アレキサンドリアミートゲット。あ、なんか今日 SE さん来るし、ちょっと待って、地獄めぐりナンバー6。あ、サンシャイン、これ何、今の演出で2倍抜きすんの？マジ？え、じゃあ演出全然当てになんないじゃん。あ、でもちょっと待って、今日 SSR は来る。もう一回行っちゃおう。行け、これラスト。あれ、ちょっと待って、でもこれでもさっき2枚打ちしてたよ。スカル坊主
SR の方、ブロッケンマン SR、ビーンズマン、ビューティーローデス、スペシャルマン、デビルマジシャン、筋骨マン、筋骨マン、ミキサー大抵か。最後はちょっと余計だったね。まあでも一つ前に2枚抜きしてるので結果としては悪くないかなみたいなとこですか。はい、ということで、まあ、ちょっと見てみましょう。ミスター VTR、こちらは光で、運命の王子、味方の天属性の、攻撃力8パップ、まあ、光っていうか天ですね。単体攻撃か。はい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 。そして必殺技は敵全体 250%、 さらに火傷大付与。なるほど、デバフなんだね。そしてサンシャイン、こちらは天属性の悪魔超人で、味方の悪魔超人の防御力が 12% アップ、敵単体ダメージと、バフ敵、単体のバフの解除か。はー、敵単体、ダメージと、2ターン自分にデバフガードか。で、必殺技が敵単体 550% と、敵単体、防御力ダウン 60% ですね。なるほどね。サンシャインか。まあ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 。まあ、ネプチューン、サンシャイン、ミート君出てれば不満ないか。あとサポートの子。で、ミート君は超人界屈指の頭脳。時短終了後、リング内の味方全体の、HP 回復称号がついてるよと。で、さらに、回復ですね。まあ、あと、ポカポカパンチ、単体 350%。さらに、応援で必殺技とスキルの余ダメージが、アップすると。なるほど。ミート君は悪くないね。っていうか、コロシアムで活躍する可能性があるから、まあ、今回ミート君とかネプチューンマン引けたのは良かったかもしんないな。そして、サポートの方ですね。初ゲットしたのが、キングコブラ。装備者のクリティカル防御 15% アップ。そしてドリーマー。敵全体のクリティカル確率ダウン。あとは、夏子ですね。週刊ヒーロー武闘破棄者夏子。シャッターチャンス3ターンの間、リング内にいる場合のみ、時短終了時に装備者に必殺技ゲージ1個増加。あ、なるほどね。これは悪くないな。早く必殺技打てるようになるってことだよね。だったら SR の筋肉マンとかにつけてもいいな、みたいな気がしますね。なるほど、なるほど。ちょっと待ってね。戦力順にして、戦力順にして上から並べてみましょう。なんか SR の筋肉マンの方が覚醒が進んでる分ね、他の SR よりステータスはちょっと高いんだよね。手持ちで比べてみたら。で、前回引いたパーフェクト超人、俺こいつしか持ってねえってなった剣玉なんですが、意外とね、ステータスだけ見ると高かった。UR の50まで上げて、まあ、レアのベンキマンより高いのはいいとしても、11,600 だからね、結構、まあ、ラーメンマンとかは肉体強化もしてるから、あの数値なので、ケンタマン結構なんかステータスは高い感じがするなというとこですね。まあ、とりあえず、まあ、ネプチューンマン、ミート君、サンシャインは、後でね、育てておこうかなと思います。ちょっと動画外でね、いろいろ育てちゃったんだけど、ステカセとかね、スプリングマンとか、この辺結構ね、レベル上げてみたんですが、まあ、こういうね、SR とかね、レアの超人も、ちゃんとね、育てて、いつでもね、使えるような状態にしていってみようかなと思って、コツコツやってますということで、まあ、育成はね、結構楽しみあるかなというとこですね。まあ、今回ね、SSR、見事3体ゲットしたけど、それ以外にもね、新規で SR も引けたので、その辺もね、育成楽しみかな、みたいな、そんな感じですね。はい。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。